2011年斉藤佑樹23の成績、こちら斉藤さんの成績ようやっております。加藤球やめた途端にまるで通用しなくなった。どこかで1年まともにやれてたら評価は違った。2011は打たれる前に下ろしてこれやしな、役石川みたいな使い方。大学で股関節やった時点でね。しかもプロで誰も復活してないかしょ。福井が一番当たりだったとは。ナンジェイが世間一般に対して一生懸命逆張り擁護してた記憶。高卒でプロ入りしてたらどうなってたんやろか。大石、福井、斉藤の3人でオフジストレするって記事見たことあるけど、ほんまに練習してたんやろか。この頃は早稲田出身冬の時代やな。最低よのキシャリ芸が恋しい。今はビジネス頑張ってるから。福井本と好きやったわ。大学時代の国士がね、六大学の成績はレジェンドなんやが、キャリアハイも違反玉だから相対的に大した成績でもないっていう。大石って一時期ガチパターン入ってたやろ。引退近くなったら突然成人扱いになったのが不思議やわ。大石が三代目総帥を襲名した試合好き。大学2年までの成績がやばいからワンチャン復活すれば大エースやし、復活期待なら帰れって言うて、もたも狙ってるから上位でしか取れんし、股関節なんか復活しないだろバカかこいつ。ご視聴ありがとうございました。